안녕하세요가오리입니다하이제가선생今日は三月サロを食べに来ました。ちょっと勘のいい人はもうここはどこか分かってると思うんですけれども、実はここ700円でランチ食べ放題できたお店でございます。でその時ちょっとだけ話したんですけど、まあ元々ここはとあるサムギョプサルが有名って話したんですよ。でそのサムギョプサルがこちら、ソットコンサムギョプサルって言って、釜の蓋のサムギョプサル、釜の蓋の上で焼くサムギョプサルがね、まあ、ここはすごい有名だということで再訪問いたしました。ということでね、まみちゃん案内していきたいと思います。それでははい、ここが、デジタルメディアシティの9番出口になります。で9番出口から出たら上がってきて逆方向に一旦進みます。はい、じゃ歩いてくると最初のなんていうの、この T 字路を右に曲がります。じゃあこんな感じで歩いてくると、ちょうどこのでっかいビルの裏側みたいなところに来るんですけど、裏側ぐらいまで来たら右に入る、ちょっとこういう感じのローカルっぽい道があるので、こっちに入っていきます。するとちょっと今トラックで見づらいんですけど、この後ろのハンサンカートコアンとここちらになります。でどうやらね、噂に聞くとこの大きい蓋ですらなんか乗せきれないくらいの、はい、うん、この드셔도돼요ね、이거거예요意味わかんないんだけど、どうしよう。とりあえず手短に説明していくと、こちら真ん中がサムギョプサル2人前ですね。それから天山チゲ、チゲ食べるやつよね多分、コーンチーズ、それから野菜、餅とウインナーの串、それから手羽先、手羽先キムチ、コンナムエのなんかナム、それからキムチチヂミとハッシュドポテト、それから奥には私の大好きな手仕込みがあります。サチョリン、寿司、寿司マンズ、カイリーマンズかな、とユッケです。刺身だ、何ウィン飛びっこ乗っかってんだけど、トッポッキとお肉と一緒に食べるやつ、パスタが出てきたんだけどね、どういうこと。エビチリですね。これつけて食べるのがサンザンと塩ときな粉です。予想以上のパンチャンの量で若干びっくりしております。なんかだって今おばちゃんに笑われちゃったもんな。ね、このお店さ、なんかもうランチの時からやべえなと思ってたけど、本当にやばいじゃん。なんかもうよくわからないんですけども、食べていきたいと思います。これ待って、今おかずがいくつなの。 1,2,3,4,5,6,15 です。いや、しかもうまい。さあお肉食べます。私がどれだけサムギョプサルを食べたかったか。もう最高以外で言葉が見つからない。何これ、めっちゃ美味しいんだけど。最近こんなご時世ということで、私のね、あのコメント欄とか、あとインスタの DM とか、あと Twitter とかでもよく聞かれるんですけど、韓国お店やってるんですかとか、韓国外で歩いていいんですかっていうことを結構、ね、聞かれるんですよ。今の韓国の状況をちょっとね、ここで食べながらちょっとお話しするとしますと、とりあえず多分みんな日本にいる方が多いと思うんで、日本の状況にこう当てはめて考える方がね、たくさんっていうか、もう大部分だと思うんですけど、日本と韓国の大きな違いというか、日本はマスクもなければなんか消毒剤とかも手に入れづらい、入れられない、手に入ったとしても売ってたとしてもすごい並ぶっていう状況だと思うんですけど、韓国今
どこに行ってもマスクも消毒剤も売ってます。私が、多分1ヶ月ぐらい前にインスタのストーリーでマスク買うために並んでるっていうストーリーあげたんですけど、もう韓国で1ヶ月前ぐらいからマスク買うために並びもしないし、お店にマスクがないですとか、お店に消毒液がないですっていう状況はなくなってる感じです。もはや逆に今は韓国ではマスクが余ってるぐらいの状況で、海外に今ね支援してるぐらいな段階って言ったらいいのかな。もちろん、ね、世界的には結構今すごい危ない状況なんですけど、まあ、韓国が状態的に大丈夫な理由は、そのマスクとか消毒剤がちゃんと手に入ることとか、まあ、手に入るがゆえにみんなこうマスクとかつけて外にも出るし、消毒剤とかも持ち歩いてたりとか、お店には絶対1個設置してあったりとかする理由で、結構韓国は今状態的にはかなりね安定してきてる感じです。今この韓国の状況に安心してる人はほぼいないって見てもいいけど、なんか私が撮影はしないけどコンビニとかになんかご飯買いに行くときに見ると、質問にもあったけどお店が閉まってるわけでもないし、お店覗いてみればお客さんも全然普通にご飯食べてるし、マスクみんな持ってるからお客さんもみんなマスクしたりとか、あとお店の人もみんなマスクしたりとか、あとお店には絶対消毒液があったりとか、今ね日本ではお店すごいの閉めたりとか営業時間短くしたりとかしてるんですけど、韓国では今回こういう騒ぎになる前から今まで一回もお店閉めてくださいみたいなのは一回もなかったです。まあ、韓国はそのなんか感染者がもう十何人ぐらいしか出てない時、本当に序盤の方の時からなんか国全体がやばいみたいになって、危機感がねめちゃくちゃ上がったんだよね国全体の。なんかその時に序盤の一瞬なんかマスクがめっちゃなんかみんな買いに走ったりとか、消毒液とかがなんかないって言って、私も自家製のさ消毒液とかも作ったんだけど、で本当になんかその物が足りなかったのはその時の一瞬で、それからすぐにマスクとか消毒液とか転売する人をなんか取り締まるように罰金制度もできたし、あとマスクがね買いだめとかまとめ買いされないように前私が説明したんですけど、生まれた年の最後の一桁その数値ごとで買える曜日を決めたりとかで、マスクの購入制度を決めたりとか、結構その対応がめちゃめちゃ早くて、それきっかけかになんかいろんな人にしっかりマスクが手渡るようになって、マスクしたりとか手の消毒したりとかするのはもうみんな当たり前っていうか、もう慣れて日常的にするようになったっていうのがある。今でも韓国1日に1万2000人から2万人くらいの、ね、検査をして、その中で8人とかしか今感染者が出てないんですけど、びっくりするのがみんな普通に日常生活を送ってるんですよ。まあ、日常生活っていうのは電車に乗って会社に行ったりとかそういうのなんですけど、日常生活をしながらもそこまでこう感染者が減ってきた大きな理由の一つが、外に出るときはマスクして手の消毒はもうこまめにしてっていうのをなんかみんながしっかり守れる、手元にマスクとか消毒液があるから守れてるってことがなんか一番でかい理由らしいです。私が見た中で特にご年配の方がマスクをね本当に二重三重につけたりとか、外に出る時にこの使い捨てのゴム手袋とかビニール手袋をして出てるのをすごいいっぱい目にしました。やっぱこういうなんか目に見えて減ってる結果とかを見てると、マスクとか消毒液が本当に大事なんだってすごい私も目の前で実感してるから、本当になんか今の日本のマスク不足なんか欲しくても買えなかったりとかするのがすごい心痛いっていうか、早く日本にもマスクちゃんとみんなが買えるようになったなとは思います。私が感じるのはそんな感じかな。私毎日ニュースを見てるし、外に出た時はいろいろ周り観察とかしてるんで、まあ、自分の目で見たものだけこうやって話してるんですけど、最初に言ったみたいに結構私に韓国どうなんですかって気になって聞いてくる人もいれば、私のこと心配して大丈夫ですかどうなんですかって聞いてくる人もいれば、一方ではなんか悪い噂とかデマとか聞いて、なんか実際どうなのみたいな感じで聞いてくる人もいるんですよ。なんかそうやって何々って聞いたけどどうなんですかって聞いてくるタイプはほぼね事実じゃないことが多くて、だからもうデマですよ。まあ、トイレットペーパー買いだめの、ね、原因にもなったデマニュースっていうのが今すごい出回ってて、デマニュースが出回ってるってなんかギャグみたいになっちゃったんですけど、今私がこうやってなんか動画で話してることが現時点での事実だから、多分日本に関してもそうだし、他、まあ、韓国だけじゃなくて他のアメリカとかイギリスに関してもそうだし、デマだったりとかちょっと誇張していってるものが多いから、そういうの聞いて不安になったりとか実際どうなのか気になるっていう気持ちも分かるけど、まずは自分が安全、自分の
安全、自分ができること、まあ、日本だったら今自粛から始めた方がいいと思う。そんな話ばっかりしないで食レポしてると思うかもしれないんですけど、もうね、言葉は必要ない。もう、まあ、そんな感じで韓国にもだんだん落ちてきてるんですけど、まあ、その中でも、いやでも自粛しないとっていう派の人と、そこまで敏感にならなくても守ること守っていけばいいんじゃないっていう派で、まあ、いるんですけど、基本的に韓国は今こう日常生活をしながら守ることは守りながら、それプラス不必要なことは避けようみたいな感じです。やっぱりみんな、まあ、会社とか生活、自分の生活があるから、過度な自粛を強制しないで普通の生活パターン、あの会社行ったりとかご飯食べに外出たりとか、それを制限するって感じじゃなくて、普通日常生活を送りながらマスク、消毒、それからこう距離感を保ちながら守ることを守って日常生活を送りましょうみたいな感じが今の韓国です。残っていく、韓国は4月19日までその強化期間みたいな感じで、本当に気をつけて不要不急の外出はやめましょうみたいな習慣だったんですよ。それも本当は19日で終わりだったんですけど、19日からは緩和されました。今こういう感じで感染者が一桁台までこう下がってきて、いい感じに落ち着いてきたから、このいい感じをもうちょっと頑張って維持しようみたいな感じで、このままね、いろいろ気をつけながら生活して維持しましょうみたいな感じに変わりました。まあ、全体的にやめてって言われてるのは、不要不急の遊び、今別に行かなくてもいい遊びだったりとか、今別にやらなくてもいい集まり、そういうのはやめましょうみたいな感じで、だから別にこうやってご飯食べに出たりとか、そういう外出に関してはもう全然あの禁止とか超自粛モードってわけじゃなくて、守るべきことを守って日常生活を送りましょうみたいなのが今の韓国。次、サイダーの準備。サイダー、え、なんだ。あー、もうサムギョプサル食べちゃったらさ、サイダー飲まないわけにはいかないじゃん。すっごい久しぶり飲んだけどめっちゃ美味しい。もうええや、クックス。あー、今全部食べ終わって、なんか最後の締めしようと思ったんだけど、クックスが出てきた。うん、はい、ということでごちそうさまでした。量が多いにも程があるぐらい多い。サムギョプサル2人前だよ。3万ウォンでおかずが15個。なんかもともと韓国はやっぱコスパがいい、やっぱ安くて量が多い、おかずもたくさん出てくるっていうのは知ってたし、分かってたし、私も韓国のね、あの旅行系 YouTuber というか韓国外食系 YouTuber として、まあ、1年と何ヶ月かぐらい毎日投稿やってたぐらい、本当にいろんなお店に行ってきたから知ってたんですけど、次元が違うお店です、ここは。ということで今回はソフトポコンサムギョプサルが美味しいお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그럼오늘은여기까지。終わり。